レンタカーで行かなかった？でもね、インポスター3連続になったからね。クルーメン、クルーメン、クルーメン、おおおおおお。緑、水色、シュッ。あ、こういう失敗したらキルされる可能性が、シュッ。やばい、殺されるかもしれない。で、遅れた。ドゥン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 、あーもう明日のあるあるを早く言いたいだよ。めっちゃ笑ってる。アドミン見てて一人足りないから絶対死んでると思ってた。受ける。あら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 、あ、リンネ押したんだ。あれ、わら押したつもりなかったの。押したことになってた。トータさんじゃないか。トータさん、あ、バグでリンネのが押したことになってた。あ、なるほど。はい、はい、尾道さん無策です。それってボタンどうなるんだ。まあいいや、チャゲさんが死んでるんですね。はいはいはい、はい、ね、チャゲっぽいさん初手メットベイで見てます。あ、なるほど。ほうほう、僕、サントスさんとエレズイさんは、あえてね、右が、右が、右が、青、ピンク、黄、黒、紫が右、はい、右、ちょっと右、ちょっと右、はい、ちょっと右、ありました。なんか疑われそうだな。青、ごめんなさい、青、はい、青ピンク、青、ピンク、黄色、黒、紫が、初手。はい。で、初手、アドミンが、黄緑、水色、赤。で、アルマさんが電、入れ間直しからの奥なんで、キルは無理だと思います。はい、ありがとうございます。ウェポンでやってて、青のサントスさん以外が、多分下へ降りてて、あ、そうですね、サントスさんだけ左へ行きましたかね。黒エレジーは、その後 O2 で、タスクをしていて、はい、生前時リンネさん紫が来ていたのでリンネさんは無理だなと僕は言えます。はい、左側だった。サントスさん左ってカフェで閉まってたんですよ。いや、その後アドミンチマシャカリさんと見合ったまま、はい、ストレージカフェの方が閉まってるから。なるほど、カフェで死体がないことがあるなら私無理っていう話。なるほど、了解です。あ、それはそうですね、うん、はいはいはい、それやったら大丈夫です。マシャカリさんのアドミン情報とかっていかが。メドベイ1位でストレージ、ストレージはナビゲーション1位でウェポニフ2位あったような気がするんだけど、それぐらいしか見てないですね。じゃあゾニキさんじゃないですか。ね、ゾニキさんしか浮いてる人がいない気がします。メッドベイにしたいでしょ。投票し、あ、じゃあゾニキさんじゃないですか。マジか。となると自分で言う必要ないんだけどなっていうふうに。ああ、投票。ゾニキさんを教えてもらっていいですか。はい、押します。他の人も押す準備しましょう。はい。まあアドミンの情報が嘘かもしれないから、ローラーでもいいかもね。ローラー3までローラーしててもいいけど。いや、それはいいか。まだいいや。ありがとうございます。はい。はい。もう停電読みで爆速できました。すごい。はい、私の、移動経路としては、メッドベイではチャケポエさんとも一緒し、チャケポエさんを残して出て、で、その後停電になったので、カフェから、エレクトリカルの方に行こうと思ったんですけど、直ったので、ストレージからシールド方向に行って、そのところで千早さんとすれ違ってるっていうような状況。はい。はい。あって、そうですね。千早さんはシールドからストレージの方を切ってらっしゃったので。はい。うん。まあ、私がインポスターだったら、チャゲポエさんと初手で一緒にいたっていうことを言わなくてもいいだろうっていうのが私の調べですかね。まあ、逆もしっかりですね。書き出ししないと、で、多分、2人ポッチだったら、多分、他が多いってことなんで。うん、まあ、いずれにしても、しばらく。チャゲポエさんがアドミン情報持ってるって言ってたんで、最初に。出さなくても結局バレそうでは。マシャカリさん、アドミン。の情報のメッドウェイ1は、サントさんからだったという印象だったんですけど、マシカリさんも合ってますか？合ってます、合ってます。それはそうじゃないです。サントさん？サントさんは今回言ってない。サントさんは、あ、じゃあ、言ってない。言ってない。あ、マシカリさんから。僕からです。あ、サントさんはアドミンにいたってだけです。あ、かしこまりました。そうそう。で、サントさんのアドミンのその移動も別に嘘じゃないと思います。はい。っていう。
ズニキさんが一気ですね。うん、まあメッドウェイとか、あそこかペアでいいんじゃないですか、ね。まあアルマさんが殺せないんだったらズニキさんでいいかな。おっしゃっていってますかね。アルマさんがキルできる可能性もありますが、チェケポエさんが初手でメッドベイに入ったのであれば、ずっと居座る、停電中も居座る。で、エレクトリカルまで最後まで残ってて、ボタン寸前でメッドベイって切るっていうのもちょっと考えづらいので。ああ、そうか。まあ、私から終えるのはあれかな。まあ、チェケポエさんがロングタスクやって、キルして、まあ、飛んでエレクトリカルに行ってとかいうラインがあるのかなっていうぐらいですかね。まあ、釣られたくないので、普通に。アドミン情報は疑わないんですね、ゾニキさんは。あ、アドミン情報、いや、あるかもしれないですけど、薄いかなと思いますけどね。あ、初任務は、ゾニキさんに対して残りの2票入れた人を教えてください。あ、僕もゾニキさんに入れました、最初。私も入れました。あ、も入れました。あ、これをスキップ入れたと。スキップ入れました。うん。まあ一本釣りでいいですかね。共通認識があるのであれば。あのパチやっとか。ゆるくゆるタイム中。あ、ちょうどいい。ありがたやー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 。アルマさんのキルもまあ否定できそうだけどな。ジョー、おい、そっち、最強。あ、またサイドボタンでやるの忘れた。黄緑、青、青、ピンク。ブレンドから出てこなかった？いいボタンです。ありがとうございます。お疲れ様です。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。アルマさん。はい。アルマさん、今、なんか、メッドベイ一緒に入りましたよね。え、僕、メッドベイ入ってないですよ。あれ誰だっけ、あ、違ったっけ、エレジさん。あ、エレジさんだ。治った後ですよね、リアクターの。あ、そうっす。あ、治りました。入りました、入りました。エレジさんと一緒に入ったんでしたっけ。あ、入ってない、あ、入ってないかもしれない。僕は入りましたけど、入って、一緒に入ったかどうかしたら、エレジ君。ごめんなさい。あれ、今、メッドベイに助けてる人誰ですか。最終ですか。入ってないです。あ、そう、あのね、アドミン見てね、結構長い間1話ついてたので。あ、我はですね、最初センターさんが入る前にそこでタスクやってセンターさんとすれ違いました。うん、え、で、誰か、タスクやってませんでした、リンネさんを横目に。あ、アルマさん、あ、違う、アルマさんじゃないわ。アルマさんはあれだ、違う、最初見ただけだ。あれ、誰だったっけ。スキャンしてたのは LG ですけど、あ、LG さんのほんとちょっと前です。はい、あ、そうそうそう。はい、アイリーさんだ、ごめんなさいごめんなさい。アルマさんはあれか、一緒に直すのかリアクター。あ、そうですそうです。で、アドミンに行って停電直しに行ったんですけど、なんか停電マジ1秒で直ったんで。あ、早かったですね。アイリーさん、はい、なんかリンネさん左下から来たなと思いませんでした。あ、そう、僕はあの、あ、違います違います違います。あの、これはあの明確な明確な、あの、違うんで本当に聞いてください。あれ、わらわタスクしてたら扉が閉まったので、あの、弁当から出てきたら、このタイミングでできたら嫌だなと思って眺めてたんです。本当です。なんか演技臭いな。本当なんです。入ったら、あの、弁当のすぐ近くにリンネさんがいるのは見ていて、ただ弁当から出てきたという明確なのは見たわけではないです。まあ、弁当さんの言ったことは正しいです、一応。近くにいたの気持ちもまあ分かります。確かに行動は不可解だったと思います。やばい、とリンネに投票したのにボートボタンが出ない。なんでだ。変な。やめて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 。本当に違う、本当に違うんです。やめてください。じゃあどうなんだろう。まあそこは、まあ、まあ一応あうわあうるせえうるせえ。そんな疑わしきは罰せよというのですか。そうです。すごい、あんなに声出んな、すごいな。黄色、青、黒。黄色、青、黒。黄色、青、黒、水色。青、黒、水色。青、黒、水色。
サイドボタンでやろう。タブキーをね、割り当てました。サイドボタンに。ガガガガガガ。直せるようにして液晶青紫ありがとうございますありがとうございます白い、はい、ナイス白い、うん、アドミン見てなんか全然映ってなかったんでちょっと逆に気になってしました。あなるほど。アッパー2とシールド1しかついてなかった最終。アッパーはエレジーと誰だっけと誰だっけ。あトータス。あトータスさんがちょっと前すれ違ったかな。うんすれ違ったぐらい。その辺トータスさん試合さんとはすれ違いました、ね、直前で。まあ誰も死んでないならよかったです。はい、センターもうあれなおお終わってんの。いや終わってないですよ。エレクトリカルの前に突っ立ってました。もう門番を完全にしてたから。わらわのことを疑ってるのですか？はい。はい。そなたまさかにずっとわらわのことをストーカーしとるよね。そうそう思った。あ、まさかりさんってもしかして、だからキルだってない。ストーカーしながら殺せる。違う。ストーカー。俺じゃないです。いや、そうじゃなくて、いや、リンネさんに。うん。くっついてリンジさんに殺してもらおうとされてないと。チョコレートのポイントカウント上げようとしてるね。すごく期待の眼差しで見られるんだけど違いますから。昨日チョコレートいくつもらったかの数1個増やすために今奔走してる。いやもう本当に違う。お母さんよりも薄いでその線。笑ってまうわ。まだあと1時間半あるからチャンスは。うん、そうね。そうです。なんか一応話すことあるかなと思って押さないでいるんですけど、どうしますか？いや、なんかあります？まあ、死んでないし、あ、了解です。じゃあ引き続きよろしくお願いします。うん、はい。はーい。めっちゃ入ってんだろ。俺入れてない、俺入れてない。いや、違うわ！本当に違う！本当。やば、死にそうじゃん。ファッション強め。よし、これタスカーできるぜ。アナビ行こう。青水色。いや、青水じゃない。ミラ、最近もう色がわかんねえ。習ってねえんだよな、保育園で。配線まではでき、いや、配線までできるか。あー、遅い。もうダメだ。次の機会にしよう。はい、いける。一通り置いて。タスクのね管理へ生存率が変わりますね。生存え。はい、死体を見つけました。はい。エレクトリカル前通路です。そう。で、多分ね、そう私と千早さんが一緒に出てきて見つけて。あや、はい、さんは無理かなと思ってます。私はついてきゃよかった。ごめんなさい。僕、コミュニケーション前ぐらいでエレジーさんと、あ、シールでシールドでエレジーさんとすれ違ってます。あとね、この発見直前にエレクトリカルからロアの方に出てったあのねペットだけ見えたんですけども、多分なんかなんか犬とかじゃなくてなんかあのアルマさん、アルマさんですね。黄緑を確認してます。はい、ああ、じゃあ、あえ、サントスさんじゃないならアルマさん、アルマさんじゃないならサントスさんです。自分の目線だと。え、二人とも見えてたんですか、もしかして？いや、私はペットしか見えなかった。ペットが見えちゃったんですか？ペットは見えた。見えちゃった。なるほど。
色は見えなかった。フェットだけ見て、あ、可愛いなと思ったら肉片が転がった。でも犬じゃなかったんですよね。犬じゃない。なんかあの、はい、犬じゃないペットを連れてる人ってちなみに僕しかいないですか、この中で。そうね。はい。見えちゃったから。しゃあない。もうペット連れるのやめます。すいませんでした。またバグで。爆で俺が押したことすみませんでした。自投票。あーお疲れです。お疲れー。ハッピーバレンタイン。怪しかったよ。ただただ怪しいだけなんじゃ。すみませんでした。怪しかったわ。いや、ごめんなさい、ゾニキさんの対抗時僕しかいなかったですね。申し訳ない。いやいや、申し訳ねえ。すみません。いや、浮いちゃったな。怪しかったな。ドミンミスターのナイスでしたね。アドミンがね、ちょっと厳しかった。トイレ行ってきます。今の話は今のアルマさん見られてなかったら紛れそうだなと思ったからすごいなって思いました。死んだ目線ですけど、そう普通にサントスさんに容疑かかりそうだなって思いながら見せたけど、あ、そう位置的にめちゃくちゃかかりそうな位置だったけども、そう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 、てかそもそもなんか重なってるぐらい一緒にいたから、あれ死んだんだみたいなぐらいの気持ちでした本当にもう、うん、開始10秒でゾニキさんの総合格闘技で頭をグリッてられましたね。生かされてるわけですね、ここに。積極的に来ました。がしかし。フラミンゴ警察の一日は、メッドベイカーのスキャンからーって言ってたら、ボキッてやられた。いや、初手切る、マジでむずいっすよね、本当に。悪くないのに。ちょっとギャンブル。そう、結果現れて、この人しかいないよねが発生しちゃうから、マジむずい。確かに。死体発見してなくても緊急招集みんな押したがりますからね、うんうん、あれやっぱ強いっすね、発見してなくてもボタン押しがね、うん、さんでも2回目のボタン押してましたよね、白かったけどインポスターだったな、そうですね、もうちょっとなんか一定間隔に人がいたいんでちょっと1回リセットしたいなと思って、あ、待ってましたね、いうことか、まあ、一応なんかアドミン見てから押した方が村っぽいかなって言ってアドミンだけ持ってる、犬じゃない、うんうん、犬じゃないペット今日一人ですね、逆に犬釣るよ今日、犬多いですね今日、そんな簡単な気持ちでペットを飼わないでください、うん、すみません